皆さん、ポコニャチは。今日はこちらのコースに挑戦していくよ。お、注目コースから選んだんだな。しかも今回久しぶりのサンスキンじゃない。ふっふっふ。サンスキンは最も得意としてるからね。初めて聞いたんだけど。ユースキンはどうしたんだよ。同等かそれより下ぐらい。嘘つけ。甲羅は友達だとよ。どんな感じで使っていくのかしらね。さてやっていこう。うん、まずはね。今のは普通に反応できただろ。まだ寝起きだからかな。言い訳すんなし。さて、冗談はこれぐらいにして真剣にやっていこう。スピランだから基本的に全力ダッシュだよね。展開が早いからしっかり目で追わなきゃな。ってちょっと足場が何もないわよ。あ、もしかしたら僕がジャンプして音符ブロックを避けたからダメだったのかな。そのまま流れに身を任せていけば。お、デカメットがここで合流できるってわけだね。で、あれ？アーメットは丸々のところに投げ入れるのか。投げ入れたメットをパウブロックに当てるのね。ここだ。よし、これで先に進める。よ、さらに加速してる。反応できてるから大丈夫。ってしまった、ここもメットを投げ入れるのか。コンベアの後の大ジャンプだな。ここ。よし、やり方さえわかればこっちのもんだね。ここで次のエリアか。さあ、裏エリア。ここも同じようにたくさんメットを使っていくのかしら。そうだろうな。あ、ちょっとこれは？今のはトゲメットを投げなきゃダメみたいね。ああ、ごっつんこしたからなくなっちまったからな。こういうことだね。さあ、この後も集中してギミックを見極めないとね。ここから一気にゴール付近まで行きたいところ。っていうかワンチャンゴールまで行っちゃってもオッケー。いや、それは絶対ありえないだろ。ちょっと絶対とか言い切らないでよね。ほら、絶対無理だった。しかも同じミスでやられてるし。縮小。さて、このコースのおさらいだよ。一見いろんなギミックがあって難しそうに見えるけど、慣れたら案外簡単だし楽しいね。確かに、どこの場所で何が来るって分かってれば事前に意識すればいいだけだもんね。ま、分かってて意識しても難しいテクニックは失敗がかさむけどな。今回そんな難しいテクニックは使わないから大丈夫。さあ、裏エリアはトゲネットを投げるタイミングを間違えないようにしないとね。ほいっと。くん、サンスキンはスピンジャンプができないからネットがなくなったら済んじゃうね。でも、一応ネットを瞬時にかぶってゴリ押しするっていう方法も。嫌だったら普通に投げた方が早いだろ。あはは、その方法は考えつかなかった。いつもあんたのずるさを間近で見てるからね。僕の影響かよ。さあ戻ってきて。じゃあボルダー。はい、というわけで無事にクリアすることができました。いやー、終始忙しかったわね。その分見てて楽しかったけどな。うん、かっこよく見えるもんね。さすがにタイム更新はならずか。そりゃまあクリア者が54人もいたからな。更新するには本当にもっと突き詰めた動きじゃないとできなさそうね。もっと精進しなきゃ。さて、コース制作者のタックマンメガネさん、ありがとうございました。このコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。